ンファンチューズデイ、フォンチー、アカネのチューチューチューズデイ。お相手はフォンチーとアカネです。よろしくお願いします。さあ今日は4月5日ということで、はい、第1回目の放送です。イエーイ。今日から火曜日を担当させていただくことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私たちですね、普段女優活動、タレント活動、歌手活動に加えて、私たちバカンシーコントロールというバンドの活動もしてますので、はい、いろいろな経験をさせていただいたことを踏まえてね、うんうん、このラジオにも行かせていけたらいいかなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあさあさあ、さてこの番組はですね、うんうん、私アカネとフォンチーからの日頃の感謝の気持ちを込めまして、うん、ゆるっとシャキッと自由にチューチューチューと皆様の癒しと時にはためになるあれやこれ、うん、思わずそのリップからチューチューチューと誰かに伝えたくなるような話題をお届けできるような番組を目指しています。なんかあかねちゃんがチュッチュッチュッって言うとちょっとエロいね。なんでエロくないよ別に。声がさ、ちょっとハスキーボイスだからさ、うん、やっぱなんかここの部分あかねちゃんに言わせてよかったなと思って。あ、本当ありがとうなんかね、ちょうどぴったりだよね、うん、ありがとうございます。ゆるっとシャキッとチュッとってなんかめっちゃ擬音みたいな音的やないなんかうちらの番組説明いいのよ。ゆるっとシャキッとチューチューといくのよ。あ、そうだね、はい、ゆるっとシャキッとチュッチュね、うん、はい、なんか重いんだけど大丈夫。さて、この番組を収録している場所なんですけれども、東京モノレール羽田空港国際線ビル駅の上りホームの中にあります、エドプレスジャパンというインターネットテレビ放送局のブースになります。エドプレスジャパンというのは去年の秋から放送している海外に住む外国人向けのインターネットテレビになります。日本の魅力を多言語にて放送しておりますので、ぜひ一度エドプレスジャパンで検索してみてください。そして去年の7月にスタートしたファンファンなんですけれども、ついにこの4月から帯番組になりました。ありがとうございます。おかげさまで私たちもね、担当させていただくことになりましたんで、はい、よろしくお願いします。レインボータウン FM にて23時から23時半までの30分、月曜日から金曜日までの各曜日、さまざまなパーソナリティが担当していますので、ぜひ他の曜日もチェックしてみてください。はい、でも火曜日一押しでお願いします。はい、もちろんでございますということでこの番組ではあなたからのリクエストメッセージもお待ちしております。E メールは info@792fm.com、 E メールは info@792fm.com、 ファックス番号は 03-5634-0792 ですぜひお待ちしておりますのでご応募よろしくお願いします。お待ちしてますね。やっぱあのモノレールの羽田空港国際線ビル駅のホーム内なんでそう、さっきから電車がね、そう、すごいガタンゴトン言ってるね、プルルルルって発車したり、そう、私たちが座ってるねスタジオもね、なんか揺れるんだよね、うん、そう、地震かと思いますよ私初めてここ来て。そうだよね、私は何回かここで他の番組の収録もしてるんで、うんうん、慣れました。お、そうか、そう、私たち二人もこの番組ちょっとね探り探りな状態かもしれないんですけど、フォンチーは、うん、ラジオの経験は、ラジオの経験はあります。お、先輩、いやいや先輩ってほどでもない全然でもすっごい久しぶりあら、だからすごいドキドキしてる。まあいいじゃない、ドキドキだって声だけでお届けしなきゃいけないわけでしょ、うん、ちょっとドキドキするやん、なんかこういう時、ね、ハスキーボイスとかそういうなんかちょっと、うん、いいボイス的なものを持ってたらよかったなって思って、十分いい声してるよフォンチ、フォンチもフォンチで結構エロい声してると思うよ。いや、エロくないよ全然、エロエロってさっきからエロい番組みたいになっちゃった、ね、そうだね、違うからね。でも私あのラジオは、まあ、ちょいちょいゲストとして読んでいただいたこととかあるけど、うん、レギュラーラジオはやっぱ初めてなので。でもあかねちゃんなんか全然普通に慣れてる感あるよね。そう、フォンチのおかげだよありがとう。何これ第1回目からうざくないうざいかもしれない、ちょっとそれは。いや、この番組どうやっていく、どうする。そうだね、うん、どうす
するかは今後ちょっと分かんないけど、とりあえずね、うん、皆様の力をお借りして、うん、早速、ねうん、事前に、うん、トークテーマを募集させていただきました、うんね、私たちありがとうございます。たくさん、いただきましたね。いてありがとうございます。すごい面白いね、なんかこういうの見るの、はい、本当そうよ。ドキドキワクワクしますね。そうそう、楽しみです。そのトークテーマいただくの、うんうん、その、はい、この後話すということで、はい、その中から今日はですね、うんうん、まず嬉しかった出会いということでお話をしていきたいと思うんですけども、はい、その前に一曲、うん、お聴きいただきましょう。はい、バカンシーコントロールでリスタート。高収入、簡単なバイトあるかな。ジョブス。自分に合った続けられる仕事ないかな。ジョブス。社員雇用がある派遣会社行きたい。ジョブス。そんなあなたの働くをサポート、アウトソーシング総合プランナー、ジョブス。お聞きいただきましたのはバカンシーコントロールでリスタートでした。さてさて、はい、ドア頭でも言いましたが、うん、皆さんからトークテーマをいただいたので、はい、ここで早速ですが、はい、お話ししていきたいと思います。はい、題してチューチュートーク。えーい、うん、チューチュートーク、チューチュートーク、チューチュートークって何？だからこのこうお客さんからいただいたトークテーマを話すコーナー名。うん、あ、コーナー名チューチュートークなの？チューチュートーク。今考えたの、それ聞いてない。今考えた。今なんかこう口から出たものを言った。あ、いいじゃない。考えてないの？はい。せっかくだからチューチュー使いたいじゃん。うん、チューチュートークね。チューチュートーク。なんかアプリの名前みたいでいいね。だからこれからこのコーナー名はチューチュートーク。わ、うんうん、かりました。はい、皆さんもお願いします。チューチュートークだそうです。はい。はい、じゃあ早速いきたいと思います。はい、これはペンネームでいいのかな。うん、そうだね。ペンネームけんいちさんからいただきました。ありがとうございます。あかねさん、ほっちーさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お二人でのラジオ番組スタートすごく嬉しくて、これから毎週火曜日が楽しみです。イエイ。さて4月のトークテーマですが、やっぱり4月といえば入学、新社会人、新学期などいろいろと新しい出会いの好きですよね。うん、そこで4月トークテーマは嬉しかった出会いはどうでしょうか。嬉しかった出会い、人ではなくても構いません。音楽、お芝居など新たに出会ったことなど。ちなみに自分もお二人とは嬉しい出会いをしています。あかねさんとは SDN48 のデビューから。はい、あ、そう、ホンチーさんとは SDN48 なんですね。そうなんですよね。はい、ホンチーさんとはこのレインボータウン FM で放送していた番組カリーネで出会ったとのことで、ありがとうございます。え、チーは何、うん、アイドリング時代にカリーネ。いや、もうね、卒業した後かな。卒業した後。で、実は私、うん、その番組のカリーネで、まあ、これもご縁なんですけど、うん、番組内でご一緒したのがそれこそ SDN の48のメンバーさんで。あ、そうなんだ。そう、小原はるかちゃんと、はるちゃん、そう、キュルルン、あと高橋ゆいさん、あ、ゆいりん、そうの2人とご一緒して、で今
元 SDN のねえねと一緒に番組やってるっていう。おかえりなさい私何気にね SDN さんとご一緒してることが多くて。そうですか。そうででもう一人のバカンシーコントロールのメンバーの木本ゆうきちゃんも元 SDN ということで、そうですね、なんかご縁があるんですよね。へえ。なんかでも元アイドリングのメンバーさんとかで元 SDN とこう絡みがいっぱいある人っているの？そんないない。結構いると思うよ。そうなんだ。意外に多い。びっくりするけど結構私 SDN さんは半分以上の方とご一緒してるかも。イベントとかで。本当。それこそ借り入れのなんか番外イベントとかも結構あって、そこで いろんな方とご一緒させていただいて、それこそコナンさんとか。あ、どうもメンバーがお世話になりましていや姉さんそうなんだね。ね、嬉しかった出会い。はい、嬉しかった出会いもね。なんかそれこそ、まあ、SDN さんと一緒に番組やったりとか、うん、まあ、まさかのねーねとね4月から一緒に番組やったりとか、うん、いや私はまあ音楽とかお芝居とかも結構多いんですけど、やっぱ人との出会いが結構濃厚かな、うん、自分の中では。そうね。なんか結構、あ、ここでもこんなご縁があるんだ、みたいなのが結構あるかもしれない、うんうんうん、この業界。そうだね。ね、私と、まあね、でもそうなんだけど、うん、結構舞台とかやってるんで、うん、意外に共演者が2個前にやってた舞台の人とつながってたりとか、うんうんうん、そういうのしょっちゅうあるね。舞台やるとすっごいつながりがね。でよく言われるのが、なんか初共演の方に、なんか初共演で初めましてなんですけど、話は一方的に聞いてたんで知ってるつもりでいましたみたいな。あるね。あります、あります。あるでしょ、うん、なんかあ、よく話聞いてましたみたいな、うん、どんな話聞いてるのかすごい怖いんだけどみたいな、うん、結構あるかもしれない。そうだね、うん、だからそういうことで言うとやっぱりバカンシーコントロール、うん、あー、そうだね、私たちがやってるバンド、ね、フォンチーと木本ゆうきっていうつながりの、うん、そういうのは私多々ある、すごく。あ、舞台活動とかも私は2人よりちょっと遅れてというかスローペースでやってたから、なんかどこの現場行ってもフォンチーさんと木本ゆうきさんですねみたいな、うんうんうん、で大噂は金がねみたいな話とかその大噂は金がねってちょっと怖くない？噂っていうワードはちょっとね、噂って何の噂、うん、そんな悪いことしてないんだけどなみたいなでもなんか噂って言われると怖くない、うん、そうだね。いやでもまあでも嬉しかった出会いか。でもやっぱり私はバカンシーコントロールが結構でかいかもしれない。大きいね、私も大きい、うん、私感謝感謝の出会い。ねえねと初めて会ったのがそれこそそれも舞台で、うん、で木本ゆうきちゃんとはもともとなんかまあ別の現場で出会ってて、うん、でしかもなおかつ事務所が一緒だったんですね、うん、だから一方的には知ってたし、木本ゆうきちゃんもなんか私のアイドリングの卒業ライブのその映像みたいなの見たことがあって知ってましたっていうつながりとかもあって知ってたけど、ねえねはさらにその木本ゆうきちゃんの親友、うん、で舞台でそう3人で一緒になった舞台があったんだよね、うん、でそこでまあ木本ゆうきちゃんとねえねはすごい昔からの付き合いだから同じアイドルグループだったしすごい仲いいじゃないですか。でも結構舞台でも普通に喧嘩してて稽古中に、ね、稽古中に。で私はなんかその2人のことはその初めましてに近い状態だったから、うん、なんか2人とも喧嘩してるすごい怖い仲良くなれないって思ってた目先、うん、こうやってバンド一緒に組んでるからしかも私その時木本ゆうきちゃんよりもねえねえの方が怖いって思ってて、うん、よく言われる。声もハスキーボイスだし最初さすごいそんな喋んないじゃんちょっとねプチ人見知りな。そうプチ人見知りで、でもそれはやっぱ最初なんか知らないから、うん、なんかめっちゃ怖そうなハスキーボイスの姉さんがいると思ってはぁってなってたんだけど、意外に喋ったら全然優しくて、蓋開けたらただのアホみたいな感じだもんね。そうってそう、うん、なんか何を発言しだすのかちょっと怖いいやちょっと怖い部分もあるけど、うん、っていうなんか出会いがあるから。そうだな、結構ここ近年だとやっぱバカンシーコントロールの出会いは結構大きいかもしれない。そうだね、そこから広がるはもういっぱいあったし、だってバカコン、まあ、バカコンって言うんですけど略してバカンシーコントロールを、バカコンに出会ってなかったら私絶対ドラムなんてやってなかったし。そうだね、私ドラム担当なんですよ。そうそう、ポンチはドラム担当で全員歌うんですけど、私一応メインボーカルでキーボード、木本ゆうきっていう子はギターをやってて、うん、そうだよね。だからなんかすごい不思議な感覚、うん、なおかつここで今ねえねと一緒におしゃべりをしてるっていうのが、うん、すごい変な感じ。
そっか、広がっていくなと思って、うん、いやでも本当嬉しいことですね、バカンシーコントロール、そうで、バカンシーコントロールの活動自体ももともとあのフォンチーが、うん、フォンチーこうやって日本語ペラペラ喋ってますけどフォンチー実は純ベトナム人なんだよね、ハーフでも なく純ベトナム人、そうなの、そうなんです、私ハーフに見られたこともなければ日本人でしょって言われるからだから私結構フォンチーって芸名でしょって言われることが多くて、うん、この前も舞台やってた時に主演の女の子とすごい仲良かったのね、うん、でもその主演の女の子が舞台が全部終わった打ち上げで、そういえばすごい今更なんですけど、フォンチーさんってなんで日本人なのにフォンチーさんなんですかえちょっと待ってって言って、それ知った上で付き合ってくれたのかなと思ってたら、うん、なんか様子がおかしいなってちょっと思うこともあったけど私のこと日本人だと思ってたみたいで、それはすごい最近で衝撃的だったんだけど、うん、そんなに日本人っぽいと思って、うん、いや全然日本人っぽいよ、嘘本当に、うん、日本人っぽいっていう言い方がいいか悪いか分かんないけどそうだからよく言われる、そう、フォンチーはベトナム人だから、はい、毎年代々木公園でやってるね、はい、ベトナムフェスティバルっていう大きいイベントとかも、ありがとうございます、そのフォンチーのおかげでバカンシーコントロールもこう去年ね、またね、あのライブさせていただいたりしたんで、うん、大きな思い出ですよ、ありがとうございます、だからもう元たどって一言で言えば嬉しい出会いはフォンチーだね、お何それ、すごい嬉しい、いや本当だよ、やったー、そう、なんかわかんない、でも聞いてる皆さんは当たり前すぎてつまんないって思うかもしれないでも嬉しい出会いだからね、そう、え嬉しい出会いはさ、かのぼったらいっぱいありますよ、そりゃ、いやそうだよ、だって犬、うん、うちのね前飼ってたミニチュアシュナウザーがいるんだけど、うんうん、その子をね見つけたきっかけっていうのが、うちのお父さんが、うん、もう2年に1回ぐらいしか通らない道があるの、うん、仕事とかでも、うんうん、そこに1日仕事の日を間違えて通った時があって、うん、その帰り道に、まあ、時間あって暇だから、うん、ね、あのペットの小島に寄って行ったら、うんうん、めっちゃ可愛い犬がいるぞって言って、うんうん、ミニチュアシュナウザーなんて眼中にいなかった、うん、コーギーが欲しかったから私、うん、なんだけど見に行ったら一目惚れして、その子をもうそのまま家に持って帰ったっていう、うん、何の話だっけこれ嬉しかった出会い、嬉しかった出会い、人じゃなくてワンちゃんね、そう、うん、私は犬っていうさ、ね、そういう出会いもあるよ、はいはい、っていうな感じで、はい、いいですかね、嬉しかった出会い、はい、こんな感じでございました、はい、はい、じゃあまだまだもう少し時間あるかな、かね、ありますかね、じゃあもう一個トークテーマいっちゃいますか、いっちゃいましょう、よし、じゃあもう一個、はい、あーちゃんいきます、じゃあ、あ、じゃあチーターお願いしますから、はい、じゃあ私いきますね、はい、いきますか、はい、はい、ペンネームアキラックスさんからいただきました、ありがとうございます、タイトルがなんとアイドル業界の裏話っていう、なんかタイトルだけでちょっと怖いんですけど読みます、はい、SDN48 とアイドリングというアイドルグループにいた2人なので、両グループに共通するあれやこれ、それとは逆に違いさ、そんな感じのトークを聞いてみたい、まあためになる話とはちょっと違うけどっていう、私たちのね募集したトークテーマなんですけども、確かにそう、この番組のコンセプトの時にはためになるあれやこれっていうのちょっとそうそうちょっと忘れちゃってた、そうちょっとためになるとは違うけども、うん、まあ、さっきの嬉しかった出会いでね、うん、ちょっと通ずるものがあるんですけど、うん、そうね、共通するもの、共通、まあ、まず大人数ってことですよね、そうだね、だから大人数だからあれだよね、一応グループとしては団体なんだけど、うんうんうん、それぞれ所属する事務所が違うよ ね、 違ね、そうだよね、アイドリングもそうだよね、違かった、うん、だから私はどこにも所属、うん、事務所には所属していない状態で、うん、SDN48 の本体に所属してたの、そうなんだ、うん、珍しいアイドルにしては、あ、そうなの、だって大体みんな所属してない、そうかな、所属が先で SDN に入るか、 SDN にそのままオーディション受けに行くかっていうことなんだと思うんだけど、まあいろんな形があるよね、うん、共通する、そう、大人数だったものでやっぱりさ、年齢の振り幅も、まあ、SDN さんはちょっと大人グループだったかも、そうそう、20歳以上の女性でっていうコンセプトで、でも一回り離れた人いました、あ、やっぱいたんだ、うん、やっぱ上下関係っていうのはあったかもしれない、あ、でもそれ上下関係っていうとすごいギスギスしてるってイメージ持たれるけど、うん、なんかそういうのじゃなくって、私個人的な話をすると、うん、私入った時15だったんですね、うん、でどんどん年を重ねてって下も入ってきて、最終的に私
私が20の時に卒業をして、うんうん、まあ、下にはもちろん15、16、17、18といっぱいいたわけですよ、うん、で自分が本当に15の時に先輩っていうか年上のお姉さんがいた時代から、うん、自分がお姉さんになって下がいる時代、要はまあ、ある意味2世代を経験させてもらって、はあはあ、自分の先輩と自分に後輩ができたっていうのをやっぱ15までってそういうの経験がないじゃん、はあ、まあ、学生時代あったとはいえ、うん、まあ、学生時代はちょっとまた話は別だ、別世界の話だから違うけど、やっぱ芸能界の初めての先輩後輩っていうのを経験させてもらったっていうのは結構大きいかもしれない。そこで上、なんかやっぱ挨拶だったり、うん、常識だったりを自分が学んでって下に教えるっていうのは今までやったことがなかったから、教え方とかをすごいどうやったら伝わるかなとか、自分もやっぱりダンスの振りとかを後輩に教えたりとかで、逆に歌の歌、うまい歌い方を上の人に教えてもらったりとか、うんうん、そういうのいろいろやったのは結構自分の経験値にはなったかもしれない。そうだね、5年もいたらそうだよね。そう、 SDN って1期生、うん、2期生、3期生まであったんだけど、うん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 、1期生と2期生で公演がもう別日だったから、完全にあんまりずっと1期生と一緒にいたりってことがあんまなかったのよ。なかったの。え、ちなみにあかねちゃんは2期生？私が2期生、うん、そうだから1期生には元 AKB の先輩プラス1期生のオーディションで受かった方たちがいるから、うん、そこで1個多分上下関係きっとあったと思うんだけど、うんうん、2期生って2期生だし、1期生をみんなで追い越すぞみたいなのもあったから、うん、みんなでこう和気、ね、あいあいっていうか一生懸命仲良く、うんうんうん、だから逆に2期生同士の争いがないからダメだみたいに言われたこともあるけど、あ、なるほどね。でもそう、私最年少だったのよ、うん、20歳以上のグループだから。それ SDN の中で？そう、 SDN の中で20歳の子は何人かいたけど、うん、その中でも一応誕生日が一番遅いから最年少っていうことでやってて、うんうんうん、最年少の、あかねちゃん最年少だったんだ。そう、最年少の姉御肌、ハスキーボイスねーねーですとか言ってたのね。言ってたんだけど、うん、なんかでも大変そう。やっぱ芸能界的に SDN48 が私初めてだったの、うんうんうん、そういう業界は。だからなんかその常識とかしきたりみたいなもんがは分かんないけど、昔からこう生徒会長やったりとかして生きてきたから、そうだね、そういうこう、じゃあはいみんなやるよとか、この曲とこの曲リハーサルしますとか、そういうまとめることとかは一応できて、できたみたいで、だから2期生の中ではいつも公演の時そういう風にやってて、だからそのまあ生意気だよ、ね、だからすごいそれは苦戦した、うん、自分の中で、うん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 、最年少だから芸歴的にも元々グラビアやってたりタレントやってて、私よりも年上で SDN にいる人たちに対して私が指示を出す、うん、でもやっぱり精神的にみんなを引っ張ることもしたいけど、そこまでしきれない自分がいるから、うんうんうん、すごい葛藤だね。そう、葛藤しながらやってた。超大変でしょ絶対それ、うん、でもまあそういうのが良かったか悪かったかは分かんないけど、うん、まあでも一応選抜に入れてもらったりとかいろんなことも経験できたから良かったんだけど、やっぱりいろいろ自分の思い通りにいかないこともいっぱいある世の中だなっていうのはすごい思うし、頑張るっていう一言で言っても、みんな頑張るっていうゴールに対するベクトルがすごい違うじゃない。みんな違うもんね、グループでやってると。すごくわかる。だからその女優になりたくてSDN48 にいる人って、うん、SDN48 で基本やることって歌と踊りだったりするけど、うん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 、歌と踊りに関してそんなに執着がない人って多分そこに関心あんまないんだと思う。こんなこと言っていいのかな分かんないけど、でもだからそういう意味でやっぱりベクトルがみんな違うっていうのもあるから、ね、分かる。アイドルのグループって難しいよねって思う。共通点だね。うん、でしょ、うん、そう感じかね。いやー大変でしたよ、うん、私はアイドルグループにいた時は毒舌キャラって言われてたし裏番長っていう、うん、もうどっちかといえば悪いイメージしかなかった、うん、マカコンでも裏ボスじゃん。そうだ、いやいやいや、ちょっと待って裏ボス係でしょ。いつからそうなんかね、そういうイメージも打たれてたけど、うん、私多分私のことを昔からファンでいる方は多分私が今こうやって喋ってることも不思議だと思う。だって私喋らないキャラだったから。ああ、喋らないけど、そう、ボソッとなんかつくみたいな。なんかもうそれすらもできなかったの。本当に15、6、7ぐらいの時に。で、
当時番組の司会をやってくださってたバカリズムの増野さんに相談した時があって、うんうんうん、私本当に喋れないんですけど、どうしたらいいですかっていう感じだった。本当にこのままじゃアイドリングやめさせられるってぐらい、相談したら、じゃあさお前ヤンキーキャラでいけばって言われたの、うん、その時当時のアイドリングいなかった、いなかったキャラだったから、でいいじゃんお前の一言でバサバサ人切ってけばいいじゃんってなって、あなるほどってなって、じゃあそれ楽しそうなんでやってみますって言ってやったら、いつの間にか裏番長ってキャラがついちゃったの。へえ、それさっきの話に戻るけど、嬉しい出会い、バカリズム様様じゃんそれ。そう、あでもそれは結構あるかも。でマセノさんのおかげで今こうやって喋れるようになってるっていうのは、うん、まあ、ちょっと大げさかもしれないし、マセノさんからしたら俺別にそこまでした覚えねえよってなるかもしれないけど、うん、でもそれは大きいかもしれない。ちょっと今度ゲストにさお呼びしたい。いや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 、いや今すごい売れてるから多分キャラ高いと思うよね。リアルな話をするとそうなんだ、うん、そうそうそう、すごいね。そうめっちゃねファンの人に怒られたよ。怒られたの？怒られたよ。他のメンバー切っていくから、他のメンバーのファンから、うん、すごいバッシング受けてた。いやでもね、言えるね、ファンの方の声はねありがたいから、これからも叱ってください、うん、よろしくお願いします、はい、ということでね、はい、こんな感じで。早かったね。なんかいや早かったですよ。あっという間ですよ。あっという間ですね、うん、なんでではここら辺でもう一曲、うん、心休め、箸休めだ、そうだ、箸休めに2曲目聴いていただきましょう。はい、2曲目は私あかねで意味、Now I found at last。 花が咲いて別れる聞いていただきましたのはあかねで意味、 Now I found at last でした。この曲好き。お、ありがとう。もう何回も聴いてる。嬉しい。なんかさ、うん、iPhone の中でさ聴いた曲ランキング出てくるじゃん、うん、トップ3に入ってるから。嘘、マジでそんなにちょっと恥ずかしくなって、それぐらい聴いてる。ありがとう。今度歌ってね。何の告白だよっていうね。さあ、はい、ということであっという間にね、うん、第1回目の放送がもう終わりますけれども、あっという間や。なんかやっぱ喋ってるとさ、うん、なんかあっという間になっちゃうね。広がっちゃうね。やっぱ女子だから ね。そう。ガールズトーク広がっちゃうわよね。なんかほんとガールズトークになりそうだね、この番組。うん、まあ皆さんにね、いただいたトークテーマを今後も、こう盛り込んでいったりとか、はい、もしかしたら新たなコーナーができるかもしれなかったり。ね、あの、ツイッターでトークテーマ募集させていただいたんですけど、うん、ツイッターとかブログとかでね。はい、でも、ここの皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしている、はい、さっきの。そうですね。なんだ、もう一回伝えましょうかね。はい、E メールでも募集しております、info@792fm.com、 ファックス番号は 03-5634-0792 までお願いいたします。はい、どちらのメールアドレスに送っていただいても大丈夫です。全然構わないです。はい、本当に何でもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、お待ちしてます。はい、ということでまた皆さん来週も聞いてください。はい、ファンファンチューズデイフォンチーあかねのチューチューチューズデイ、ここまでのお相手はフォンチーとあかねでした。また